こんにちは、プレアトゥーノベルちゃんです。今日の企画は寿司を作りたいと思います。寿司です。駄菓子屋さんにもう一回行って他の面白いもの買いたいなって思って、そしたらこれを買ってきました。海外とかにはないと思います。まあってもそんなに、まあ、人気ではないし、まあなんか珍しいだと思います。漢字は読めない。ひらがな、カタカナを読んでもたまにはね、意味が分かりません、言葉の意味が分かりませんから、お菓子を作りたいと思います。なんかクラフトとかね、手で作るものは大好きだからね。マグロ、卵、あれ、いくら、いくら、多分いくら2つ、ご飯、おお、ご飯すごいね。で、これはお醤油だよね、多分。これの水と書いてあるところに水入れておきます。もうわからない、読めない。とりあえずこれは一番のとこに、わからないから、なんか水を入れてくださいって書いてあるけど、水どのぐらい入れればのかわかりません。で、その次は卵を作ろう。卵入れました。で、これよく混ぜる。卵できました。マグロ、イエーイ、マグロ、イエーイ、マグロ、イエーイ、作りました。海苔を作ろう。え、海苔はどれ、これ、いや、これ超難しい。A のところに入れる。 B はここに入れる。そうなんだ、これでイクラを作ってる。お、すごい面白い。いいね、これイクラを作ってる。ご飯を作ります。で、卵も1個です。マグロの向こうにあります。うわ、あ、これ本当にマグロだ。マグロの形、おー、本当にイクラになってる。お、すごいすごいすごい。あ、これいいね、超楽しい、嬉しい。あー、わー、いいじゃん。醤油、イエイ。あし、出来上がりです。食べてみます。最初はイクラに行きます。うん、甘っ。甘い。なんか寿司を作ってたからちょっとでも味が似てるのかなと思っちゃったけど、まあやっぱりお菓子だね、それは当然だけど。ということで、みんな面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと、またこれを作ってとか、これをやってみてとかってあればコメント送ってください。まあ、じゃあまたね、次の動画ね。アディオース。